今日は始業式。はい。教室で始業式。はい。はい。じゃあ帰ってきて。疲れたね。生徒の話長かった。眠かったよ。眠かった？眠かった。マジで眠かった。もう校歌とか校長先生の話がマジで眠かった。校長先生珍しく長かったんだ。珍しく長かった。もう自分でも言ってたよ。嘘。長い。今回長いので、うん、背筋やピントのバッチちゃんと聞きましょうって。いつもより長いのでって言われた。で、はい、なんで待ち構えてたかと言いますと、生放送中の出来事なんですけど、はい、ほら、しほちゃんがなんか席替えの話になって、うん、そうですよ。調査さんが席替えの動画を上げてほしいって言ってたの で何人か いらっしゃったので、じゃああげますって言いましたよね。言いました。はい、ということで僕がそれですか。はい、なので今日は席替えしてきましたか。バッチリです。してきたということです。席替えしてきました。はい、ということで、じゃあどういう話をすればいいんだろう。まず席替えは良かったですか悪かったですかっていうことかな。そういうことかな。まあまあ良かったです。まあまあ良かったそうです。前回と比べてどう。同じぐらい。同じぐらい。まあ前回と同じぐらいだった、うん、ああなるほど。いいとこもあるし悪いとこもある。いいとこもあるし悪いとこもある。前回もいいとこもあるし悪いとこもあった、うん、前回先生の前だったそうね、うん、ね、本当周りのとんちゃんマジでよかったけど、うん、教卓の前っていうのが、うん、黒板も前で見やすかったけど教卓の前っていうのがちょっとでも先生好きなんじゃないの。いやね、うん、でも4年生が一番。ああそうかそうか。あでも1年生も1ああ1年生やっぱ女、うん、今男の先生なんですけどやっぱ女のね、はい、先生が一番の方が翔ちゃんは良かったと。はい、まあ人それぞれですけどね。男の先生の方がいいっていうね人もたくさんいると思うんですけどね。やっぱね、でも翔ちゃんの先生は結構イケメンの方なんじゃないですか世間一般的に言うと。なんかでもさ、でも今マスクしてるじゃん。マスクしてる。マスクしてるとイケメンだと思う。やっぱねマスクしてる。でも教卓の前だからさ、ご飯食べるときマスク外すの。うん、ああそっか。だからさ給食があると毎日見てるわけ。ああ。マスクしてるとイケメンだと思います。まあマスクしてる姿しか先生は見たことがなくて。マジっすか。マスク効果なんでしょうか。そんなこと言っちゃダメじゃん。先生かっこいいってほらおママさんたちの間でもさ、先生結構若くてマジ言われてんの面白いよねみたいなこうなんていうの、うんうん、話がね、うんうん、なってるんだなってるんじゃないかなとなんとなくなってないじゃん。まあ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 先生の話はいいとして今日席替えですよね。そうだ席替えの話なんですよ。まあじゃあ普通ということでしたね。普通ということでした。はい。で前じゃないんですよ。でも後ろでもないです。真ん中なんですか。真ん中ど真ん中中心のここ、うん、隣中心の隣みたいな。じゃあ真ん中よりもちょっとずれてるけど、うん、まあほぼ真ん中あたりみたいなね、うん、縦も横も真ん中の隣みたいなね。でも今はさ全部席を離さなきゃいけないからお隣がどうのこうのっていうのはあんまり関係ないのかもしれないけど。ないかも。うんね。まあでも仲いい女の子のお友達とかもこう斜め前斜め後ろとかだったでしょ。いやそこは良かったね。そこは良かった、うん、すごい良かった、うん、そこは気軽に話せるっていうか、うんうんうん、席を立たなくてね済むの。あ確かにね、わかる、それはわかる、ね、席を立てて済むの、うんうんうん、気軽になんか後ろ向いて喋ったり前向いて喋ったり横向いて喋ったりできるわけ、うんうん、確かに確かに、それがいい、うん、ね、はい、はい、でも前の席もお友達はすごく仲いい子だったからそれはそれでよかったでしょ。それはそれでよかった、うん、ね。まあでもみんながこう心配するようなもう最悪の席だったっていうことはなかったなかったですね、うん、でも今回先生が決めるということだったんで、ね、全部先生
の判断でそうなったんだよね。先生どうやって決めたんだろう。どうやって決めたんだろうね。くじは絶対平等になる、あの不平等だから。そうなの？ダメみたいな。くじが不平等っていうのはなんでだろうね。やっぱ変わってるかも。ちょっとだってくじ、くじはめっちゃ嫌がってる。くじは自分たちで引くんだから平等じゃないのかね。わかんないよね。でも先生が勝手に決めるっていうのもさ、うん、先生どんな基準で決めてんのっていう疑問にならない？疑問ねえ。だって大体みんなくじ引きだろ今までの。うん、大体みんな大体くじ引きだよね。でも1、2年生は本当に決めてもらった。あ、まあ1、2年生は先生がちょっとねまだくじ引きは早いねみたいな、ちょっとなんとかくんの隣はしっかりした女の子がいいかなとかあるみたいだから、本当に1年生はねやっぱこう助け合って、お友達同士助け合ってやっていくっていうのも、うん、一つあるみたいで、リミも結構あの子おとなしいけどしっかりしてるって学校では言われてて、やることもちゃんとやるし勉強もしっかりやるしって言われてて、マジ？だからいつも席はなんかちょっと何面倒見てくれ見てもらった方が良さそうな人を隣にいつもしちゃうんですよねって先生が言ってきて、へえ、そういうやっぱそういう風な考えてね先生たちって決めてるんだと思って、ね、なるほどと思いました。まあ、リミはどう思ってるかわかんないけど、ね、先生もそういうので決めてんのかな。ん？先生もそういうので決めてんのかな。そう、わかんない。でも5年生でしょ。5年生だよ。生だもん。リミの時は1年生の時の先生が言ってたんであって。あ、そうなんだ。1年生、え、じゃあ今のあ、違う、2年生かな。2年生の時の先生が言ってたのかな。そうやっていつもリミちゃんには助けてもらってるんでって言われて、助けてる、なんかいろいろ面倒見てもらってるって言ってたから。そうなんだ。そうなんだ。でもさすがに5年生になったらさ、うん、そういうのなくないな。先生なら分析してないか、この子とこの子はみたいな、うん、この子とこの子はあーだからあーで、この子とこの子はあーだからこうしよう。でも怖くないその分析どうやって決めたのか先生に今度聞いてみよう。聞いてみようかな。先生、ね、この席ってどうやって決めたんですか、うん、結局先生がさくじ引きとかで決めたらウケるよね。この席は結局くじ引きかみたいな。ただ先生がくじ引きするだけじゃんみたいな。確かに全然変わってないじゃん。ね、1ヶ月後には席替えがあるそうです。だから結局1ヶ月間、今回は短いね、1学期が長すぎた、ね、長すぎたんだよ、うん、普通1ヶ月同じ席がね。でもなんで席替えのことになったんだろうね。まあ、確かになんで生放送中に席替えの話になったんだろうか、ね、私は全然覚えてないんだけど。大丈夫これで、きで大丈夫ですかね、こんな内容の動画で。黒板の、うん、前から4列目の、うん、真ん中から1つ目です、うん、あ、1つ目、2つ目です。そんな詳しいこと言っても分かんないよね。で、仲いいことはまあ女の子とは前後で斜めで慣れました、うん、だからまあまあ、なんで嫌なのかっていうのはごめんなさい、はっきりここでは申し上げられません。はい、もうここで言ってしまったらやはりしょうちゃんも学校に通ってて誰がね、いつ見てるかわからないですよ。わかんないですよね。まあ、クラスの子も YouTube やってるの知ってるし見てる子もいるみたいなので、見たよとか言われるんですよ。そうだからね、ちょっとね、嫌な、どうしてそんなにいい、何、仲いい子も近くにいて真ん中だったしね、別にじゃあ前と比べればいい方じゃないのと思うかもしれないんですけど、まあちょっと一部ね、まあうんっていうとこもあるみたいで本人にとって、でもそこだけはちょっとね察してください。言いたくない、これは言えないなって判断しました、親の私でも。はい、ということでもう絶対ありません全部言えなくて。うん、すいません、はい、すいません。でも良かったです。でも良かったですね、うん、良、うん、かった方だそうです。はい、はい、ということで以上席替えの話でした。はい、これ聞きたい人いたのかな。大丈夫かな、大丈夫かな。ということでそれではバイバーイ。熱中症頑張ろうね。熱中症頑張ろうね。まあ熱中症ならないように頑張ろうね。そうでしょう、ならないように頑張りましょうね。気をつけましょう。バイバーイ。バイバーイ。